今度いつか、あの、道場試乗させてください。あ、はい。もう、どんなんだろうって、想像はしてるんですけど。で、やっぱり、エンジンのフィーリングとかって違いますか？ある回転だと、はい、モリモリって。モリモリって、ね、トルクがモリモリって言って、あ、暴れるって。ターボパワーで。ケツ振られます。そんなパワフルなの？もう、なんかあのネットなんかで見ると、とにかくスポーティーっていう。いや、軽速はスカスカです。いや、ブヤシが乗り比べると、あれあれっていう感じ。もうドライバーズカーですね。やっぱケツが暴れちゃいます。暴れるんだ。すぐ VDC に入っちゃう。加藤さん、まだハイで走ってるんですか？はい、ハイで走ってます。勝手になっちゃうんです。あ、なっちゃうんですか？俺がしか降りるとなっちゃうんです。なんか、あの Vlog は暴れるらしいですよ、トルクがすごくて。パワーが。はい。出ないやつ。出ないですよ、ね。俺のもすごいね。汚れるんですよ。新品ホイール、このままちゃいますよね、多分ね。少しドライブする。なんか出ねんが出てるらしいですよね。対策が。あとブレーキの泣きがすごいですね。泣きが。泣きっぱなしの重いからじゃないですか。6ポット。6ですよね。リアが4の。俺みたいに取っちゃえばいい。ブレーキ取っちゃえば。泣かないっすよ俺ついてないっすよ全部足で止めてますだから だからドア開けてなきゃいけないすごいな、ね、すごい本当にかなり下かなり右足がもういらないものはみんな取っちゃって右ばっか買ってますもんエアサスもいらないからそもそも取れる高しくみたいなさすがさすがいらないっすよリジット高橋くんのクラウンに憧れて、あの揺れにね、あの挙動が、そう、タイランとかで揺れてるって、すごいですね。すごいですあれ。もう一回運転したんですけど、すげえなと思って。タイラン。タイヤいくつこっちですか？3号なんだ。タイヤだけでえらい高いやつ。全然ですかね。半年コースですね。内側だけ車高落とすと内側ああそうですよねでひっくり返せないじゃないですか今そうですねローテーション決まってるからでもみんなひっくり返してますけどうんやってますよだけどまあ本来の力はねまあ竹野さん金持ちだからあれですよね内側なくなったら入れ替えちゃったでしょ入れ替えちゃった普段乗んないんで普段乗るって上あれ、
白さん、あ、まあいいや。オフレコじゃないオフレコでなんかあるらしいです。危険な